初期近代英語は中英語時代の末の1450年頃から1650年頃の英語を言う。代表的な文献として後期に属するジェームズ王、近帝約聖書及びウィリアム・シェイクスピアの著作が挙げられる。現代英語しか知らない人でも大体理解できる程度に現代英語に近い。現在の英語では発音と綴りに若干乖離が見られるが、これは 現在の綴りが初期近代英語記のまだ大誤推移が完了していない頃に定められたためである。初期近代英語における普遍的な基準とされる、ウィリアム・シェイクスピアの破壊・イスブス・ヘススが変形して Y が使われている、などの多くの特徴が見られる。初期近代英語における聖書法は現代の英語とおおよそ似ているが、綴りは不安定だった。初期近代英語の聖書法のうち、 現代に残っていない特徴的な綴りを下に上げる。しかし、確立された綴りは存在しなかった。例えば、ジュリウス・シーザーはなどと様々に綴られた。また、シェイクスピアの作品では、ヒーが一つの文の中で、ヒー、ヒーと二通りに綴られたりした。現代英語と初期近代英語では二人称の代名詞が異なる。初期近代英語では二人称単数に、ザウ、 複数及び、単数の人に対する丁寧な語形として家えもしくは、言が用いられた。格による語形変化があり、単数四格座う、所有格、在、在因、目的格自、セルフ型随セルフ、また、複数四格へ、所有格ゆあ、ゆあず、目的格ユーセルフ型ゆアセルフ、ユセルブスを取った。一人称、二人称の代名詞は現在と、 大体同じであるが、1認証単数所有格と2認証単数所有格は、監視の A と、AN と同様に c i で始まる名詞につくときには、MY、ZY、母音で始まる名詞につくときは、MYIN、z n という形をとった。2認証単数現在の語尾、現在は S である3認証単数現在の語尾がくすであった。否定文を作る場合は、現代英語では Do not go. ドンとゴーのようにドゥーノット動詞の形をとるが、初期近代英語では、ゴーノットのようにドゥーを使わず、動詞の後ろにノットをつけることも多かった。ゴロー、ジェレマイア・グリーンヒル、ウィリアム・ザ・セインツ・ハッピネッセ、http コロンスラッシュスラッシュブックスドットグーグルドットコムスラッシュ。id イコールビューサン・アマジ例えば、ハッピーネスや、ブレジダネス等のように綴られる。サクス。 デビット、ザ・アルファベット、ロンドン、アロー、P316、ISBN0 から09から943682から、ゴハットサックス、デビット、ランゲージビジブル、カナダ、クノーフ、ピアニッシ百五35657、35 ISBN0 から676974872、ワルター・ウィリアム・スケートは、著書プリンシプルズ・オブ・イングリッシュエチモロジーの中で、U や N の文字が、 合計3時続いた場合、よく言うが王になった。すんねと書くと、すぬえやサベンのように孤独しかねない。それで、ゾンネと書いたりすると主張している。デニソン、デビット、イングリッシュヒストリカルシンタクス、ラウトレッジ、ISBN 978-0582291393の P45015.22.3 項、ファイナイト、レキシカルバーブノット参照。 Ramon Barrera Perez, Jose, The Use of Bella Flastic Doing Early Modern, English Negative Declareatives, Evidence from the Helsinki Corpus, Sedeli 8, 35から 43http コロンスラッシュスラッシュ sederi.org スラッシュ docs スラッシュ y a r p o k s スラッシュ08スラッシュ84バルラ。pdf2016 年4月24日閲覧には、ヘルシンキコーパス内でのドゥの使用率の変化が、表にまとめられている。ありがとうございます。